みなさんこんにちは、あかねです。今日は韓国のソウルで見つけた紅茶が美味しいカフェを特集していきたいと思います。定番のミルクティーからちょっと変わった紅茶まで幅広くご紹介していきたいと思います。内装もとっても綺麗な場所ばっかりなので、よかったら最後までご視聴ください。それではスタート。まずご紹介するのはインスタで見つけたカフェ、ピクニックです。カフェ全体に施されたこのシャンデリア、すごくないですか？まるで違う時代の別の世界に来てしまったかのようなクラシックの音楽が流れているカフェです。朝の日差しが暖かくて開放感にあふれています。この緑もすごく綺麗でした。今回泊まった東大門から4号線で1本、フェヒョン駅の3番出口から徒歩3分とあったんですが、実際は5分ぐらい歩いたかな。地図で見るとほぼ道なりに歩いていくだけな感じがするんですけど、住宅街の中にポツンと1店舗だけあったので、もしかしたら場所がちょっと分かりにくいかもしれません。韓国の Google マップのようなネイバーマップというアプリと、乗り換え情報が検索できるサブウェイというアプリがすごくおすすめなので、よかったら概要欄の方からダウンロードしてみてください。7,500원입니다. 드시고 가세요? 네. 이 날은 2월 하순인데 아직 조금 寒かったので 따뜻한 밀크티를 頼みました. 후와후와의 밀크와 달콤한 과자의 相性が 바っちりです. 空間にクラシックがずっと流れているので、一人で来てもぼーっとできる落ち着く空間でした。目線の先にはこれがあって、スピーカーだと思うんですけど、初めて見たのですごく不思議でした。韓国のカフェって本当に芸が細かいなって思ったことがあったのですが、このコースターにちょっとした仕掛けが施されていました。カップをちょっとずらすとロゴが見えるようになっていたんです。写真映えするようなちょっとした工夫がされているのも面白いなと思います。店内にはシャンデリアが10灯以上飾られていて、この日は午前中でしたが、お酒も飲めるみたいなので、夜に来てもロマンチックなんだろうなと思います。とにかく雰囲気や演出が最高なので、デートにもおすすめできるカフェです。この動画の概要欄のところに、ピクニックのインスタと住所を載せてるので、よろしければご覧ください。続いてご紹介するのは、今回泊まったホテル、ホテルザ・デザイナーズ DDP の1階にあるカフェ、クレイザーコーヒーです。4号線東大門駅5番出口からまっすぐ坂を登って右手側にあり、ホテルに宿泊しない方でも利用できるようになっています。ここでも背の高い観葉植物がディスプレイされていて、天井が高く開放感抜群です。ゆったりとした椅子に座って朝のスープと紅茶を頼みました。オレンジ色をしているのはグレープフルーツティーです。日本ではあまり見かけませんが、韓国ではカフェのメニューには大体あります。メニュー表記はティーなのですが、本当に紅茶なのかはちょっとよくわかりません。爽やかな甘さにほんのり酸味とグレープフルーツの苦味、それがね、すっごくマッチして美味しいんですよ。韓国に来たら絶対に1回はグレープフルーツティー飲みます。ここのカフェではスライスされたグレープフルーツが入っていて、ホットでもアイスでも楽しめるそうです。
一緒に頼んだスープはキノコのクリームスープです。ちょっと味が薄い気もしましたが、まあ、朝なので程よい塩分と熱々で体がすっごく温まりました。まだできたばかりで店内も基本的には空いていて、駅からも近いのでよかったらぜひ行ってみてください。こちらも概要欄の方に詳細を書いておきます。最後にご紹介するのはカロスキルのカフェです。韓国に住んでる友達に連れてきてもらいました。私あの雲木になるの、ホワイトクラウド、ホワイトクラウドにしよう。カロスキルがある新沢駅まではホテルの最寄り駅から1本乗り換えて約17分、新沢駅8番出口から6分歩いたところにあります。床がかわいい。内装はアンティークでちょっとモダンな雰囲気で、おしゃれな古着屋さんがそのままカフェになったような雰囲気でした。もう何もかもがかわいい。平日の夜だったのですが、店内はすっごく混雑してました。ここで頼んだマルコポーロという紅茶がすごく美味しくて本当に感動したんです。初めていただいたのでどんな味か全く想像ができなかったのですが、友達が美味しいよとおすすめしてくれたので頼んでみました。アールグレイティーをさらに香り高くしたようなすっきりとした味わいで、簡単に検索してみたのですが日本にはあまりないようなのがとっても残念でした。紅茶好きの方にはおすすめなのでぜひ飲んでいただきたいです。ここはケーキが美味しいと評判のカフェで、ソルトキャラメルケーキが有名だけど今日はもう売り切れてしまっていたみたいでちょっと残念だったのですが、次回絶対食べてみたいなと思っています。このカフェを紹介してくれたお友達は日本語がペラペラでいつもおしゃれで美味しいカフェに連れてきてくれるんです。以前の動画でご紹介したこちらのカフェもこのお友達が連れてきてくれました。私が最近 YouTube を本格的に始めたよと伝えると、お友達も Vlog 的なのをやってみようかなと言っていたので、皆様期待していてください。そんな感じで皆様いかがだったでしょうか。韓国の紅茶が美味しいカフェ3店舗、独断と偏見だけでご紹介させていただきました。でもどれもね本当に美味しかったので、もしこのルート回れる方がいたらぜひ試してみてほしいです。韓国は本当に大好きでしょっちゅう旅行に行くので、旅行するたびに動画にしています。私の YouTube ページの再生リストというところから韓国旅行まとめの動画一覧をタップしていただくと、過去の動画も遡ってご覧いただくことができます。おすすめの購入品のご紹介や一人旅を Vlog にまとめたりもしていて、カフェについての動画は過去に5本アップしているので、そちらもぜひ合わせてご覧いただけると嬉しいです。概要欄の方にリンクをまとめておきます。今後も韓国についてはたくさん動画にまとめていきたいと思っているので、よろしければチャンネル登録と右側のベルのマークを押していただくと、私が YouTube を更新するたびに通知が飛ぶようになっています。動画の更新はちょっと不定期なので、もし気になる方いらっしゃいましたら通知ボタンを押していただけると嬉しいです。それから個人のインスタグラムの方では韓国旅行のストーリーズやコーデの紹介、私が運営しているシュガシュガミーのブランドの方ではポップアップのお知らせなども更新しているので、よろしければフォローもお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。